戦です。両者とも勝った試合の KO 率は 80% 以上、帝拳の松原亮斗、そして韓国スーパーバンタム級10位ユクチャンヨンの一戦です。ボクシングの殿堂後楽園ホールに今第一ラウンド開始を告げるゴングが鳴りました。赤いトランクス松原が左右のボディ右フック、右フックだ。韓国のユクチャンヨンに第一ラウンドから強烈なフックを見舞っていく。ここ右、これはどうだ。第一ラウンドまだ開始16秒17秒というところ、強烈なフックを浴びせました。迎えているのは韓国スーパーバンタム級10位19歳のユクチャンヨン。ここも右左、ここは防戦一方ユクチャンヨン。松原が6試合連続ナックアウトか。右から左だ、ここも右、大きな振りが、そして倒れたユクチャンヨン。試合を止めたレフリー松原亮、6試合連続ナックアウト勝利。圧倒的な破壊力、回転数寄せ付けませんでした。帝拳ジムの松原亮、韓国スーパーバンタム級10位ランカーのユクチャンヨンを第1ラウンド1分も経たないうちにキャンパスに沈めました。韓国のユクチャンヨン、ほぼ一発も当てることができずに試合を終えることになってしまいました。いや強い松原、これでプロ戦績8戦7勝 7KO 1敗、 7KO 全て1ラウンド2ラウンド以内というその強さを見せつけました松原です。今ユクチャンヨンがどく